皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はロンドン市内の観光について紹介します。グリニッジといえば世界標準時 GMT で知られています。グリニッジミンタイムの略です。日本では東経135度にある明石市を基準としています。明石には天文台があり大変有名です。そちらも行ってみるといいと思います。残念ながら旧グリニッジ天文台を見学することはできませんでした。もう一つ目的がありまして、テムズ川クルーズです。イギリスに限らないんですが、川のある町の定期船というのは大変面白いです。他の国でも私はできるだけ乗るようにしているんですが、ロンドンでも乗ってみるといいと思います。川沿いに発展した町というのは、建物も川沿いにたくさん集まっています。有名な建物をほとんど見ることができるという意味ではとてもおすすめです。パリのセーヌ川クルーズが大変有名ですが、ロンドンもなかなかいいと思います。Thank you.
イギリスは産業革命と歴史の国ですので、たくさんの博物館があります。ロンドンに限らずたくさんあるので、ぜひ見に行くと良いと思います。次はポルトガルに移動します。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。